こんばんは、小谷です。ですね、地方創生の話をこういろいろ今やってるんですけども、いろんな動きが出てきました。で、今日ですね、まあ今2箇所日本で、日本の国内でですね、まあ仲間内とやってる話があるんですけども、一つはまあ神奈川県の三浦とですね、もう一つは、京都ですね、の亀岡市、まあ、どちらもエキサイトしているというかですね、今日は聞いたらですね、亀岡の方もですね、まあ、私のこう、パートナーというか仲間がですね、行って話を聞きに行ったらですね、これまあ動画でこう公開しながら自分たちの意見をですね、こうどんどんぶつけてですね、まあ、皆さんにお話しているわけで、その中で、いろんな意見が出ているみたいです。まあ、簡単に言えばですね、この動画を発信しているこの小谷という男は一体何者だというふうにですね、言われているということをですね、聞きました。これはまあ、三浦でもね、たまたま電話かかってきてですね、いやー、そういうふうに役所で言われてるよなんて、多分ね、今度、今日はですね、京都の方からも連絡があってですね、いや、そういう話が出てるよなんてね、まあ、どちらも、まあ、お役所、まあ、ちょっと言ってるところがね、やっぱ議員さんとか、力のある人に経由でですね、こうやった方がいいんじゃない、ああやった方がいいんじゃないのっていうことをですね、まあ、あとは動画で発信しながらやっているというところで、まあ、どちらも同じような感じで動いているんですけども、で、そうなったときに、こう日本的だなと思うのがですね、まあ、まずはですね、荒探しから始まるんですよね。荒探しから。あいつはどうだとか、こいつがどうだとかですね、会ったこともないんですね。ああじゃねえ、こうじゃねえということを言い始めて、ついにはですね、こいつを消し去ろうという動きになるんですよね。まあ別に、それは別にどうでもいい話なんですけども、これは日本の一般的に言う村社会的やり方っていうことだと思うんですよね。まあ、このなんていうかな、僕実はね、インターネットってすごいところっていうのは、情報をですね、まあ、メディア戦略っていうところで言うと、まあ、選挙世界でもそうですけども、まあ、ある意味、空中戦って言われてるんですよね。要は、どっから飛んでくるかわからないけど、こういうような報道をするというところっていうのは一つの空中戦なんですけども、町おこしをするときもですね、実は、空中戦っていうのが実は重要じゃないかなと思うんですよね。で、それぞれの今、町の人がですね、意見を述べる場っていうのが、今までだったら議会の、例えば、市会議員とか、県会議員とか、町会議員とか、まあ、村長さんとか、まあ、いろいろ議会で言われる方でしかなかなかこう、意見を言えなかったんですけども、今はですね、インターネットっていうものを通じてですね、自分たちの考えを多くの人に、伝えることができる時代になったと思うんですよね。で、その意見がいいか悪いかっていう問題は、これ聞いた人が判断すればいいと思うんです。で、まあ、基本的にですね、私が今、神奈川県でもですね、まあ、京都でもやってる話というのは、まあ、地元の人とですね、いろいろこう話をしているうちに、今地元にあることを伸ばしていったら、どういう方向性がいいのかとか、例えば社会的問題というものがどういうことがあるのかというところで、自分の専門性と掛け合わしながらお話しているだけの話なんですね。別に特別なことを言ってるわけじゃなくて、今一番日本の中で問題になっているのは、まあ少子高齢化っていう問題とですね、あとは日本の中でやっぱり産業が衰退していると。で、やっぱりそうなった時にどうやったら活力を呼び込めるのかっていう時には、一つはやっぱりインバウンド市場でアウトバウンド。要は日本国内の内需というものは実は日本の中で大きな位置を占めるんですけども、もう内需という世界で言うとですね、もう結構もういろんな企業さんが頑張った結果、飽和状態になってきてるんですよね。で、新たに商売を始めたい人とか、売り上げ伸ばしたいって人間の欲求はありますよね。それに対して応えていこうと思えば、外からの何かを取り入れないと、プラスアルファは生まれないんです。特に、地方都市の場合は、ほっといたら人は来ないんですね。で、
まあ、例えばね、亀岡市の場合でもそうだと思うんですけども、何もしなかったら、人口がどんどん減っていって、そして人も減ってくるという状況っていうのがあると思います。で、そういう中で、じゃあどうやったらいいのっていう時に、どんどん外からのものを受け入れる体制を作る場所を、たまたま神奈川県の三浦ではですね、まあ、観光を復活させて、要は観光客を誘致しよう。で、まあ、町も海の近くにあるから、リゾート地として長期滞在できるような場所にして、部屋の空室率を埋めようじゃないかっていうところも一つの問題なんですよね。で、もう一つを言うならば、あれですよね。まあ、京都の、まあ、亀岡市でも実はね、相談を受けた理由っていうのが、一番初めは、要は、市のですね、病院が年間5、6億の赤字があると。で、そういうところで、海外からのインバウンドで、人を呼んでこれないか、例えば中国人の観光客、まあ、医療インバウンドですね、呼んでこれないかっていう話やったんですけども、そこの町に行く理由はあるのっていう話したんですよね。それはまあね、多少の可能性はあるかわかんないけども、そういうところで本当にするんだったら、要は、長期滞在で行くための理由があるのっていう話したんです。で、なぜですね、僕、亀岡で、その、京都インテリジェントパーク構想っていうのを、まあ、提唱したかというとですね、まあ、一緒にやっているですね、まあ、京都の谷口という、谷口さんって方なんですけどね、まあ、その方もですね、まあ、うちの お客さんでですね、まあ、中国で貿易の仕事とかですね、まあ、弊社と一緒にやってたわけですよね。で、その時に、まあ、から、まあ、お付き合いしてて、で、まあ、企業退職された後ですね、まあ、地元の町おこししたいということで、まあ、ご相談を受けたわけです。で、小谷さんは中国とね、いろいろ取引もしてる中国人も長年行って知ってるから、インバウンド需要とかで呼んでこれないかという相談を受けたんですよね。で、その時にいろいろ話を聞いていくと、いや、亀岡っていう町に何があるのって話したんですよね。いや、観光地としてはですね、温泉あるよと。で、例えばですね、何か他のあるんですかっていうと、まあ、たまたまですね、見てるとですね、まあ、京都の、京都学園大学っていう大学あってですね、これもですね、実は、まあ、よくよく聞いてみると、まあ、校舎がですね、まあ、二つに分かれてですね、まあ、京都市内と亀岡で、で、学生の数がドドッと減っちゃったと。で、一緒にやってるメンバーのですね、まあ、谷口さんも、その地元なんですけどね、アパート経営してます。で、アパートですね、まあ、12室あるうちのたった1室しか埋まってない。今までね、ずっと地元の町のが、要は学園都市としてですね、亀岡を発展させようじゃないかっていうことで、2、30年前に、まあ、町としての大きな動きがあったんですよね。その時に、まあ、地元のいろんな人が協賛してですね、アパートを作った、アパート、マンションを作ったんですけども、まあ学生がですね、どんどん減ってきてるという中で、で、校舎もですね、ちょっと地方じゃ、地方都市はなかなか、お客さんを集客、要は学生を集客するの難しいということで、京都の中心地、町の方へ移しちゃったと。で、どんどん学生も減っていってるという中で、実はですね、これ亀岡でも同じ問題が起こってるんです。要は、ワンルームマンションとかマンションの経営者から言わすと、空室が目立ってきて商売にならないという大きな問題があるんですよね。で、そうなってきたときにですね、まあ、人口たったというか言い方は悪いですけども、9万人しかない町で、要はもともと6000人ぐらい学生がいたところがですね、で、それが今2000人を切ってるというところで、まあ、ある意味6000人が2000人になったっていうことで、そうなんですね。4000人ぐらいの減ってるというふうな。で、実際にまあマンション全員借りるわけじゃないんで、まあ要は2000室ぐらいは空室ができてるんじゃないかっていうふうに、まあ地元の試算では言われてるんですね。まあ不動産会社とかですね、たくさんマンションを貸してる人とかですね、まあ地元の人にいろいろこう聞き取り調査した結果、まあ大体同じようなデータが出てるということになったんですね。で、それで、じゃあ、そんな空いてるがあるんだったら、今ね、まあ日本も、
多分まあ関西だったらですね、まあたまたまこの前も F1 の利権を持ってるというこの、社長と会って話したんですけど、まあ大阪にこう F1 誘致したいとか今やってるみたいですけどね、そういう中で言えばですね、まあ関西地区でも全体的に言えることはね、要はどうやったら集客できるかとかですね、あとなんて言うんですか、まあカジノを作ろうなんて言ってますけども、カジノを作る理由って何か分かりますか？外国人の外貨を落としてほしいからカジノを作るんです。日本はね、まあ、パチンコもスロットもあるしね、要はまあある意味世界的に見たらにどこでもギャンブルできる国としてはですね珍しいんですけども、それ以上にまだカジノまでやるって言ってるんですよね。理由は何か、それは外貨獲得なんです。で、日本の場合はですね、ここ最近もうずーっと貿易赤字が続いてます。で、日本のさね、要は国内産業、今まで、加工貿易というものを行ってどんどん商品を海外輸出してたわけですけども、逆にですね、最近はまあ、ものづくりも世界から見てですね、例えば中国とかですね、まあ、東南アジアの国々とか、まあ、近隣の諸国がですね、ものづくりへの技術も上がってきて、まあ、それほどですね、日本にオーダーが来なくなった。まあ、日本国内内需も人口減少のために減ってきているというところで、まあ、製造業がですね、元気がどうもなくなってきてるんですよね。で、その中で、外貨獲得っていうところで言うと、貿易赤字。日本の場合はですね、人口1億2000万人いるんですけど、食料自給率が 30% 前後って言われてます。ということはですね、4000万人ぐらいしかね、国内でご飯食べていけないってことは、それ以外の部分っていうのは、外国から輸入するわけです。外国から輸入するということは、外貨いるわけですね。日本円以外のお金で。で、例えば、それ以外にも、例えばエネルギーね、皆さん普段作ってるガソリンとか、そういうようなものも外国から、日本は別に産油国ではないのでやってますと。外国から買わない。だから今何が困るかというと、外貨が困るとどうなるかというと、外国からです、食料とかエネルギーが買えなくなる危険性があるから、実は日本の外貨準備高って言われているところもどちらかというと減ってくると。まあ今ね、ある程度為替がまあ、120円前後で動いてますけども、もしですね、本当に日本が外貨がなくなってくるような状況になってくると、もう日本はですね、外国から外貨を要は借金するというふうになってくると、ある意味ですね、海外からの借金を増やすと、これ日本は過去に苦労してるんですよね。要は外貨調達のためにですね、何したかっていうと、高橋コレキオというのがですね、1920年、30年代ぐらいにいたと思うんですけども、うちの事務所、赤坂の事務所の近所に高橋桐生公園ってありますけども、要はフランスで国債を発行してですね、お金をやったんですよ。その借金返済に実はですね、日本は戦争終わった後でも、1990年代近くまで、その借金返済にかかっているわけです。で、その後、まあ日本は借金はなくなったわけですけども、実はですね、日本は過去ですね、外貨を獲得する中で非常に苦労してる国なんですよね。で、もっと言うならば、外貨獲得のために行った事業の一つで有名なのはシルクですよ。シルク産業。これは要は明治天皇の時代にですね、要は日本はですね、本当はものすごく貧しかったんです。外貨がなくて。で、それで何が起こったかというと、まあ表現が悪いか分かんない、人売りですよね。唐行きさんというものがありました。だから、この過去の時代の中で、要は外貨が獲得できなかったから、要は外国に身を売りに行ったんですよね。そういう歴史もあります。で、あまりにもそういう歴史が問題があるからって言って、日本国内産業を作ろうっていうことで、シルク産業を作ろうって言って、明治天皇の家系とかそういうところが国家を挙げてそういうことをしようというふうになったんです。で、日本がシルクの輸出国として外貨獲得できるようになって、で、まあ、微妙に豊かになってきたと。で、その時に、やっぱりこう戦争とかもいろいろありましたけども、外貨獲得のために一生懸命頑張ったんですよね。で、日本はですね、やっぱりエネルギーとかですね、そういうものを獲得する中に、外貨という問題で、ずいぶん長い間苦しめられて、ここ数年だったんですよね。90年代、2000年代、その20年ぐらいです。もうでも2010年以降ぐらいからですね、日本は貿易赤字になっているということは、外貨が減る傾向なんですよね。
で、そういう時にどうするかというと、もう死活問題なんです。要は日本人が必死になって、要は外貨獲得をするような教育をしていかないと、日本はある意味苦しい国になっちゃうと思うんですよね。だから、まあ僕自身がたまたま長くですね、海外で仕事していた経験もあるので、でその中で、ここが一番の問題ですよ。だから、それをソリューション、要は問題解決、ダメな部分とかできない部分とか、負の部分っていうのを解決するのが、世の中にとって一番重要なことじゃないですか。そうですよね。だから、京都インテリジェント、まあ、パーク構想っていうのは、外貨獲得のためのことなんですよと。で、まあ、カジノとかですね、言うのもするのも一つ外貨獲得の方法ですけども、産業として、要は外貨を獲得できる国として、貿易黒字立国として、日本をもう一度再興させないといけないっていうふうに考えたときに、じゃあそこに空いているスペース、学校のスペースあるじゃないの。例えば今短大も空いてますよね。僕見に行きました。で、その時に、ここにそういうふうな教育をする場を作れば、みんながご飯食べていける一つのネタにもなるし、日本の国としても助かるんじゃないかというのが、この京都インテリジェントパーク構想を打ち上げたスタートなんです。で、その後にですね、商工会議所に行ったらですね、実は新幹線の問題っていうのはね、その後についてきた話で、亀岡に要は新幹線を止めるか止めないかっていうのは、実はですね、後に知った話なんですよね。で、新幹線は、要は、来たらですね、まあ実は願ったり叶ったりかなと思ったのはですね、1972年ですか、まあ田中角栄の時代にですね、その閣議決定がありました。まあ新幹線をね、オバマから亀岡のあたりを通し、そして新大阪に抜こうじゃないかという北陸新幹線構想ですよね。今、いくつかの、なんていうかな、ルートを通しなさいという、まあ、意見はありますけども、まあ、たまたま商工会議所とか、まあ、議会関係の人とかですね、まあ、市議会議員の方とか、まあ、全員の方に会って話聞いたわけじゃないんですけども、それ、あとは私のこう仲間内のところでいろんな議員さんに話しかけていくと、2月の11日、午後の2時から4時の間ですね、新幹線誘致のですね、決起集会を行うわけです。で、まあその中で、やっぱり亀岡にですね、新幹線を通そうって言った時に、まあ僕は見てて思ったんですよね。オバマから、まあ新大阪を通すという時は、日本海側から、要は亀岡を通って、要は太平洋側に太平洋ベルタ、工業地帯というですね、ところですね、まあ、京阪神工業地帯に通すということを考えれば、要は、今までですね、これ一番考えないといけない重要な部分というのは、なかった部分を良くするとかですね、できなかった部分をできるようにするっていうのが問題解決ですから、日本海側がですね、どちらか言うと、まあ、あまり火が当たっていなかったっていうんだから、でもね、今、アジアにですね、こうエネルギーが来てるわけですよね。特に日本とかですね、まあ、考えてみてください。日本、韓国、中国とか。まあその近辺のですね、まあいろいろ、まあ関係は難しいにしても、経済大国としてですね、経済力として世界に影響を与える民族がその近辺に集まってるわけですよね。だから、私たちが提唱したのは、ちょうど、じゃあ、オバマの方とかですね、舞鶴の方にもたくさんですね、まあ、旅客船も届いてきてると。そしたら、逆に日本海側が大陸、ユーラシア大陸と見たら近いんですね、日本海という海を、なんていうかな、挟んで向こうを見るとですね、ちょうど朝鮮半島があって、そして、北朝鮮と中国とロシアの国境線みたいな三角、デリタ地帯ございますよね。その地域にはですね、実は、中国とかロシアとかそういう資本がどんどんこうやってるわけです。で、ウラジオストックとかもあります。で、ちょっと向こうを向いたらですね、中国の東北圏とか。その近辺に、まあ人口規模でいうと1億8000万から2億人ぐらい。で、
ある意味ですね、極東アジアっていう、まあ、僕らも表現使ったんですけども、北東アジアっていう表現もいろいろあってですね、北東アジアの概念っていうのはどこかというと、日本、韓国、朝鮮、北朝鮮ですね、あとは、中国、ロシアと、あとは、まあ、モンゴルですよね。まあ、それらの国の、要は一つの包括的なもので、経済圏をどんどん活性化させていきましょう。で、例えばロシアだったらですね、ウラジオストクからこう燃料パイプラインを作ってくるとかですね、まあ、ある意味ですね、実は日本海の要は向かって、向かい側でもですね、大きな経済圏、まあ今ね、ミサイルがこう出たりとか、いろんな経済、まあ、なんとかな、軍事的な問題等もございますけども、まあこれから20年、30年、40年先を考えたときにね、それぞれの国が理解していくようになってきたときに、それはどういうふうになるかというと、そこは本当に大きな経済圏になるチャンスがあるというところなんですよね。だから、まあ、人材育成にも時間もかかるわけだし、今学校にも空きが出てる。しかも、亀岡町のね、まあ、ニッチな話で言うとですね、マンションオーナーがですね、大学のためにたくさん作ったマンションオーナーが、空き部屋いっぱいあって困ってると。で、しかも、まあ、人口が、9万人しかない町で何が起こっているかというと、まあ、高齢化して学生減って、末期マンションができて、まあ、経済衰退しているという中で、もうどうしたらいいのよと、もともとそんなすごい産業を持っている地域、海岸もないわけで、港もないわけですよ。じゃあ、そういう町で、じゃあ、元気にする方法っていうのは、一つは農業。ね。農業は、例えば、バイオしましょうというと、京野菜というのがございますし、いろいろできると思うんですよね。まあでも、農業だけじゃない。もっと言うならば、ちょうど新幹線をね、要は通すとですね、真ん中に位置するんですよね。ちょうど、その亀岡とかですね、丹波とか、あの辺のあたりをですね。じゃあそこを、一つの大きな教育都市にしようじゃないか、というふうなことをですね、言ってんですね。その中でも教育どうせするんだったら、まあ、今後の時代ですね、アジアとの、要はね、北東アジア、まあ、極東アジアとの関係がすごく強化されることが予想できます。今、僕もよくね、書くのは、インターネットですね、まあ、チャットとかですね、若い人はですね、随時に外国とやり取りして、僕もですね、中国とやり取りするときもチャットでやってるわけです。即時に連絡ができるような時代になってですね、まあミサイル飛ばすとかってその話はあるかもわからないですけども、人間の関係はですね、どんどん距離が縮まってるんですよね。これはですね、21世紀革新的なこと起こってる、人間の世界で言うと。だから、そういうふうな感覚で考えていくと、そういうグローバルリズムの持った思考を持った人たちの教育をしていく、そして、いろんな国と、近隣のいろんな国とビジネスできるような感覚を持つ。まあ語学もそうだし、商売のやり方もそうだし、まあ貿易ですよね。できる人を、育成するということが非常に重要になるんですよね。これは国策としてですね。国策として外貨ほっといたらなくなるって問題なんです。だから、それを要は、まあ、一つの町だけじゃなくていいんですよ。あっちこっちの町でやっていいんです。でも、そういうとこで、要は外貨獲得ができるための人材育成をしようじゃないか。で、その人材育成したら次何するのかというと、京阪神とか京都とかですね、まあ、京阪神の地域にもいろんな工場がございますよね、中小企業の。そういうとこ行ってですね、話するんですよ。中国とか韓国とかロシアとか商売したくないですか？僕たちはそういう勉強したんで、つなぎますよ。商売つなぎますよ。関係つなぎますよっていうことをするというのが、人のネットワークを作る人間がなかったらですね、実は日本人って消極的で、なかなか外国人と商売できないんです。これもですね、過去のデータの中、僕自身もこの貿易のね、仕事をやってる中ですね、いろいろやりました。その中で、まあ、講師も、大学の講師もやりましたし、まあ、自分自身もですね、まあ、こいつは何してるやつだって言われてるからですね。まあ大学も、まあ船の大学、東京商船大学、航海学科ですね。まあ行ってですね、留学して、中国留学、上海、師範大学っていうところに留学したんですね。
で、まあ、中国語を勉強してですね、あとは、まあ、中国、まあ、日本で、まあ、トランスコスモスという IT 会社で働いて、で、まあ、中国、まあ、NTT コムでもちょこっとから働きましたけども、その後中国行って中国塗料、日本の広島にある会社で、まあ、塗料メーカーですね、日本、中国全土の造船所を回りました。で、その後に、外高橋保税区って上海あるんですけど、保税区でですね、まあ、貿易物流の仕事をして、2004年に自分で SFE 貿易という貿易会社、上海仙農貿易という会社を立ち上げてですね、で、十数年商売したんですね。で、その時に僕は中国貿易を多くの人に理解してもらおうと思ってですね、セミナーをたくさんやったんですよね。で、その時に要はたくさんの教育してきました。そのやった数っていうのは3500社ぐらいやってます。で、まあ、大学でいうと、北京大学の EMBA、あとはですね、上海の立新会計学院、とかですね、まあ、要は中国で一番有名な会計学院で、中国最大、最高峰の、学府で、講師としても教えたことございますし、あとはですね、これ日中間貿易、貿易の話ですよね。あとは日本だったら中京大学で非常勤講師もしました。であとは、まあ、スポットでいうと、和歌山大学もありますし、まあ、法政大学とかでも講義の方、ちょこっとさせていただいたこともあります。だから、ビジネスの世界でいうと商工会議所ですね、まあいろんな島根県とかもやりまして、宮崎県もやりました、ジェトロもやりました、まあ、いろんなことを実はですね、やってきた中で、実は貿易の教育ということを若い時にしといたらいいことあるなと思うんですよね。それを訴えたいんです。だから、まあね、そういう話を聞きましたよ。亀岡の方でもですね、この小谷ってやつはいろいろ言ってるらしいけども、一体何を喋ってる、どんなやつなんだなんて言ってですね、中にはですね、あいつは何者だとかね、まあね、日本は面白いですよね、出る杭は打たれるというかですね、出すぐり杭は打たれないか分かんないけど、まだ僕も小物だと思いますよね、言われるんですよね。でもね、そんなことは別にどうでもいい話。ね、僕の町じゃないんです、ここは。あなたの町なんですよ。あなた方の町の中で起こってる問題って何なのって言われたときに、大学、京都行っちゃって、学生減っちゃってですね、地元の人、ね、マンションオーナーがですね、部屋いっぱい空いてどうしようもない。大学も短大空いてるでしょ、放置されてる。それどうやったらいいのって、まあ、たまたま相談あったらしいんですけども、老人ホームにしたらどうかなと。いうふうに言ってるんですよ。まあ、ただまあ、それは、ほっといたら老人増えますからね。老人ホームいいと思いますよ。でも、今後日本の長い目に見たとき、あなたたちの町が社会貢献したいと思うならばですね、外貨獲得できるっていうのは多分一番感謝されると思います。そういうふうな人材育成をするということが、一番のポイントじゃないかなと思ってるんですよ。これ別に僕は、亀岡だけの話じゃなくて、日本あっちこっちでやってもいいと思うんですよ。たまたまですね、まあ九州の、まあ銀行のコンサル系の人とも話したときにですね、そういうことやった方がいいんじゃないのっていうふうなことを言ってました。だから、これは一案として、亀岡に対して僕らは提案してますけども、この案っていうのは、すごい重要です。どこでもやってもいいと思うんです。でもね、今ね、疲弊している町で、これからですね、なかなか発展する可能性っていうのがですね、難しいところ。で、まあ、しかも、新しい産業を作らないといけないっていう状況の中で、まあ、これも縁ですよ。こういうふうな提言をするということは、非常にポイントがあることだと思うんですよね。それをですね、知らなかったらいけない。で、あとですね、2月の11日にですね、まあ、新幹線の決起集会、亀岡ルートをオバマから通して、亀岡通して新大阪行こうじゃないかっていう、まあ、決起集会をやるみたいですけども、まあ、2時から4時の間でね、まあ、1000人集めてやるというんですけども、まあ、そこで出てきた話ですよ、今日はね。市役所行ったら、一緒の亡くしの仲間が言ってたのはですね、こう言ってました。いや、決起集会でね、我々の意見って言わせてもらっていいんですかと。例えばいいんですかっていうと、時間がありませんから、質問は、なんか大学の先生が何か説明されるみたいですけども、時間がないですから、質問はしないでくださいと。まあ、しないでくださいと言ってないですね。質
問はしてもいいですけども、事前に何を質問するかを紙に書いて、紙に書いてって言うんですよ。紙に書いて、それをやってくださいと。要は、これ面白いですよね。町のために決起集会をやると。新幹線も呼びたいと。いうときに、要は、市民からの意見っていうところを、まずは、ダメ、言わさない。それとですね、例えば、質問の中でも質問をする場を与えます。時間がないけども、みたいなところで。それで、質問をするときには、事前に紙で書いてしないといけないというふうにおっしゃってたというふうに、まあ僕自身は聞いたんじゃないですよ。そういうふうなところで話になったと。で、これを聞いたときにですね、まあ、周りの人たちが聞くとですね、非常に残念だったということをおっしゃってるわけですね。残念だったですよね。まあ、町を良くしたいがための決起集会だと思うんですよね、基本的にはですね。でも、意見は言うな。ね。あとは、喋るんだったら事前に言うことを書いておけと。まあ確かにその、雰囲気を場を壊すとかっていう話をするのは良くないと思うんですけどね。ある意味ですね、あなたの意見が余計なことを言わしたくないよっていう心理的内容が含まれてるんじゃないかというふうに思うのは多くの人の意見ではないかと思うんですよね。だから別にそういうやり方でですね、町おこしをしたいというならば、するのは正直な話、自由です。まあそれはその町の考え方ですから。でもね、普通に考えてみてください。死にますよね。そういうやり方やったら。死ぬと思うんです。しらけますよね。もうバカバカしいと。だからね、町おこしの話をするときに、自分たちの考え方が明確なね、ビジョンがあって、こうする、ああする、こうする、ああするってあるんだったら、ね、皆さんはですね、多くの人にわかるように、意見を公開すればいいと思うんですよね。だから私自身も、意見をですね、交換してます。公開ですね。お伝えしてるんですよね。その中で、伝えてる内容のことが、つまらない内容だったら、それはカットでいいんですよね。それはつまらなかったから。例えば、町おこしをしたいっていう意見ですから、それは、良くしたいという意見が、どこにあるのか、参考になるなら参考にしてもいい。参考にならないなら聞かなくていい。例えば、A さん、B さん、C さんってたくさんの人の意見が出て、みんなの意見が良かったら、それをミックスすればいいっていうだけの話なんです。誰々の意見しか聞きませんとか、どのところの偉い人の話しか聞きませんとか、権力者、利権者の話しか聞きませんっていう世の中したら、町おこしにならないですよね。そこが今の日本の社会の中で大きな問題になってるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ僕らはですね、まあなんていうかな、まだまだいろんな方から見るとですね、年齢は若造です。ね。40代のね、男が何を言っとるねんって、っていうふうに言われるかもしれませんけども、別にそれは自由です、言うのは。でも、我々の考え方がどうなのかっていうことを、意見を言うことは別に民主主義的に言うと何も反していません。良かったら聞けばいいし、良くなかったらそれは違うと言えばいいし、それが例えば議会の中とかですね、まあ商工会議所とか多くの人が賛同すればやればいいし、多くの人が賛同しなかったらやらなくていいんですよ。だから、自分たちがこういうふうなことで、一番の問題は何なのかというと、今市の中で亀岡市内で起こっている問題を解決するために、要はどう補充すればいいのかっていう話をしているだけであって、それを肉付きをどうするかを言ってるわけです。こいつがいいとかあいつが悪いとかって人の話を言ってる話は全然ないんです。
そこがですね、要は履き違えてるところなんですよね。何がポイントかというとですね、その今町で起こってるですね、大学がいなくなっちゃった半分、そしてみんな空室になってきて、地元の大江が儲からんと。で、市民病院も5億円も6億円も毎年赤字垂れ流しと。財政負担どうすんの？誰が払うの？産業ないでしょ？老人増える、若者減る、税収減る。どうなる？簡単な話ですよ。そういう問題は日本全国どこでもいっぱいあるっていうこと。で、だから、それをアイディアとして何かをプラスアルファしようと思ったら、要は、インバウンドでもですね、外国からですね、アウトバウンドでもですね、もう何でも取れるものは取る。取れるものは取る。こういうですね、気持ちを持ってやれる人々のがどう作るかっていうところが一番のポイントだと思います。だからですね、こう面白いなと思うんですよ。僕自身がですね、こういういろんなことを言ってるですね、ああじゃねえ、こうじゃねえ、こうじゃねえ、ああじゃねえなんていうのがね、ここ最近ドーって出てきてるわけですよ。ねえ、あいつは何者じゃみたいなこと。別に何者でもいいんですよ。僕の意見を聞いて別に僕を使わなくても、一つの意見として聞いてくれたらいいんですけども、まあ、なんていうんですか、今お伝えしたいことっていうのはですね、ポイントになることっていうのは、今、市で起こっている人口減少と空き家の問題と、あとは病院赤字の問題をどうするかというところが、今、地元の人の中で不満いっぱい出てます。それをしようと思ったら、人で埋めるしかないやろ？人を来させるしかないでしょ？産業って、なんて言うんですか？海もなかったらコンテナつけにくいしね。工場を作ってもらおうと思っても、なかなか難しいでしょ？今日本産業ないし。だったら、外国から仕事取れる人材まず作ったら、そこ行ったら仕事くれるん違うかなって企業の人も思ったら、そこに仕事作ろうとするでしょ。仕事ないところにですね、産業を作ってもしょうがないんですよ。まずは仕事取れる人材をする営業マンいるんです、優秀な。そしてですね、市の財政赤字をなんとかしないといけないっていう問題点をクリアするというところのですね、ポイントをしようと思ったら、人で埋めるしかないでしょ、この問題。それを、要は、やらないと意味がないと思うんですね。だから、我々としてはですね、新幹線が来るか来ないか以前の問題からですね、まずはなんか人が来るようなネタ、例えばですね、外国人留学生をたくさん誘致するとかですね、それ例えば貿易ビジネスで外貨を獲得するとかですね、そういうふうにことだったら、日本の今社会問題にも対応するし、いいんじゃないの？いいんじゃないですか？そういうことだと思うんです。だから、私が今お伝えしていることの内容というものは、これから日本が起こりうる、もう現在起こっている問題に対して、どう問題解決、ソリューションするか。あとは、今起こっている亀岡市の問題に対して、どう問題解決するか。ということを考えた上で、まあ、今ある施設をどうしたらいいか。まあ、教育いいんですよ。先生いりますけどね。でも、優秀な先生がいればですね、まあ、あとはですね、日本人でも海外と貿易したりことある人間とか、経験持っている商社街の人とかいろいろいますから、人材は確保できると思うんですよね。だから、そういうところで貿易ができる、ね、日本が貿易立国、加工貿易立国として、もう一度世界に対して再興するんだと。そしてですね、経済的豊かな国になると、世界から人が集まって、人物、金が集まってくる国にしようじゃないかという思いがあればですね、まあ正直思いだけでほぼ実現できます。まあ、例えばですね、大きなお金かける話する、してるわけじゃないです。例えば今ね、まあ、サッカー場を作るとかですね、いろいろ意見があるみたいですね。人間作るのが一番ね、長い目見たときに、費用対効果を生むんですよね。人間作るということですね。教育。そういうところを、
いかに何をしていくか、何をやっていくか、そしてそういうふうな貿易とかですね、まあ貿易って、まあ僕自身がもう貿易が得意なんでね、貿易って話になりますけども、それをするような人材育成をますますやっていこうじゃないかっていうのが、私たちが提案するですね、京都インテリジェントパーク構想のわけですね。これを実現することは、日本の将来にもプラスになりますし、地元の空き部屋の対策にもプラスになりますし、短大の教室余ってるというか、老人ホームにしなくても学校として使えることっていうことに考えてもプラスになるわけですね。そういうところが重要だと思います。以上です。